ハロー宇宙。どうも、本日ですね、5月の16日土曜日ですね、で今現在時刻が8時55分ですね。はい、で今から何をするかというと、まあ皆さんご存知の通りスニーカーズですね。はい、でスニーカーズの方で今日は発売の、エアジョーダン1ですね、ロイヤルの方ですね、そちらの方を狙っていきたいかなと思います。でまあ今日はですね、まあ多分毎回いつも変えてないんですけども、多分今日も変えないんじゃないかなと思って、でもただですね、まあやらないとわかんないんでやってみたいと思います。で一応事前にですね、他のアトモスさんだとか、アンディフィーティッド、あとはミタスニーカーズさんとかで事前抽選をやってるんですけども、多分それもダメだと思うので、で今から最後の手段で、スニーカーズですね。はい、一応スニーカーズとあと同じ同時刻でビリーズの方でオンラインがあるので、そちらの方もやってきて、ちょっと試しにやってみたいと思うんですけども、まあ、ただ、ビリーズの方に関してはもう今の段階でも結構アクセス集中して画面が開かないので、多分これダメだなっていう感じで気がするんですけども、で前回のコートパープルの時も全然開かなくて、で結局数時間経って開いたらもう完売してたんで、もう多分ダメだっていう感じだったんですけど、で結局前回はモノカブさんの方で買ったんですけども、で今回はですね、普通に買いたいですね。はい、まあ、あんまりプレネでは払いたくないですね。はい、ってことでなんとか買いたいんですけれども、で毎回このスニーカーズやってると、そのなんか速さとかあんま関係ないような感じがするんですよね。結局大抵みんな早くパッとやって保留中ってなって、でそこからなんか ランダムで選ばれてるような気がするんですよね。その辺がちょっとよくわかんないですけども、 でも大体変えてる方は毎回変えてたりしますし、で前回コートパープルの時でも前日に限定オファーっていうのが来て変えてた方が結構多くてですね、で昨日も来るかなと思ったら結局自分は来ずですね。でやっぱり来てる方は来てて変えてるんですね。はい、まあなんでどうなんかなと思ってですね。で、ただちょっと自分今月誕生日だったんで、もしかしたら限定オファー来るのかなと期待したんですけど、来なかったですね。はい。なんで果たして今日普通に買って誕生日付きだからちょっと当ててよってちょっと思ったりはするんですけれども、どうかなって感じですね。はい。という話してる間にどんどん時間経っちゃってるんで、あと1分ですね。はい。まあなんであとは、これやって、で、まあ今日午後からまた、シュプリームの11時からですかね、またオンラインなどもあるんで、そちらの方もですね、ちょっとやっていきたいと思ってますんで、まあその弾みをちょっとつけたいですね、ここでゴッテムして。まあただ、毎回ですね、まあ、こういうスニーカーズの動画とかもいいんですけども、まあ多分ほとんど買えないんで、で、いつも動画にしてなかったんですね。で、まあ今回はちょっとついでに試しにやってみようっていうことで、はい。はい、ではスタートしますね。はい。よし、注文できました。注文というか、まあ、抽選ですね。はい、まあ、順番待ち保留中ということで、はい、であとはこれがどうなるかって感じですね。まあ大抵ですね、いつもですね、これずーっと保留中になってて、で全然開かなくて、でちょっとあったら見ると完売してますっていう感じで終わるんですね、大抵いつもパターンなので。はい、なんでまあどうなんだろうな、なかなか出ないですね、結果が。で一応ビリーズの方も全然開かんですね。勘弁してほしいな。まあ多分これこの状況は多分ちょっとビリーズもきつそうですね。はい、まあなんでなんとかですね、なんとかゲットしたいけど、いやきついな本当。なんかまあでも結局このナイキのスニーカーとかも店舗販売とかあっても、店舗販売でもきついんですよね、買うのが。やっぱりまあアトモスさんだと完全にドレスコードあるし、あビリーズもでもドレスコードあったりするし、大体持ってないんですよね。なんで買えないなら、それ調整もできないっていう感じになるんですけども、はい、まだ結果出ないですね。いや本当誕生日だからお願いしますよって感じなんですけど、嫌ですよね。まあ、結構モノ株の方で見ると、初め3万6千とか、自分のサイズ見たら3万6千とか7千とかその辺、まあ4万円近くついてたんで、で今だんだんやっぱ発売近くとやっぱ下がってきますね。今だいたいプレネが2万8千とか7千ぐらい、今日さっき見たら2万7千8千だったんで、まあ多少2万円台で買えそうっちゃ買えそうですね。はい。まあただ、元値は1万7600円なんで、はい。ではですね。
ゴッテム来た。そうでしょ。マジですか。ゴッテム来ましたね。いや、こんなことありえないですけどね。いつも絶対外れるんですけど。え、マジか。マジで。ちょっとびっくりなんですけど、たまたまちょっと自分もこれ、どうせ外れないんで、外れましたっていう動画になるかなと思ったんですけど、いや、来ましたね。あ、もしかしたら、ちょっと誕生日好きなのが関係してるのかもしれないですけども、ラッキーですね。はい。ありがとうございます。ではですね、ちょっとまた、こちらまた届いたら、また後日またレビューしたいと思いますので、また引き続きですね、ちょっと11時からまた、シュプリームのオンラインもやっていきたいと思います。ではですね、ちょっと一旦。はい。ではですね、引き続き、シュプリームのオンラインの方もやっていきたいなと思います。で、一応ですね、当初は、スモールボックスロゴの、フーディーの方を狙おうかなと思ったんですけども、結局、リークの動画出してから次の日にパッと消えまして、結局なしになったっていう形で、で、追加されたのが一応スーツと、あとなんかこの後ろにバッテンみたいなシュプリームって書いてるやつっていう、スウェットみたいなやつですかね、が追加された感じで、あと帽子も追加されましたかね。それぐらいで、あとは変わらずって形ですね。はい。なので、何を買おうかなと思ったら、一応ロンティーですかね。バックにシュプリームってでっかく書いてある、ロンティーをですね、狙おうかなと思います。ブラックの方ですね。はい。で、一応それが、まあ、多分普通にやれば買えるかなと思うんですけども、とりあえず狙ってみたいと思います。ではですね、今が、11時58分ですね。あと2分で開始されます。まあ、今日は楽勝でしょっていう感じだと思うんですが、まあ、多分おそらく、一番人気が帽子じゃなくて缶ゴールと椅子ですかね。多分おそらくそれが早いかなと思うので、まあ、そちらは全くスルーで、もうロンティーだけいきます。はい。まあ、ちょっと実物がどんな感じかわかんないんですけども、パッと見なんかちょっと色あせた感じの、ちょっとヴィンテージ加工っぽいようなやつですかね。まあ、中で、まあ、黒が、まあ、だいたい黒かグレーよく着るんで、このブラックの方を狙おうかなと思います。はい。で、あと1分ですね。はい。あと、20秒。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。あれ全然こえ何これ更新出てこないんだけど。えなんでええしかもなんかニューっていう、いつもなんか、あれニューがねえが消えた。えなんかバグってる。えマジでなんでえ、出てこねえぞ。え？マジかよ。え？なんでこれ出てこねえの？え？なんで？あ、やっと出てきたか。ロンティ。よし、プリーズウェイト。え？外れた？え？なんで？マジで？え？なんかめっちゃエラーが出るんだけど、え、なんで？ちょえ？なんか金おかしいぞ。そんで。あれ？マジで？あれでも、でもすでにオーダー済みって出てるな。多分変えてるんですかね。ちょっと謎ですね。一応これ、なんかこう、スマホで2回やったら2回とも代引きだったらエラーが出て、で、今、パソコンでやったら、それもエラーが出たんですけど、なんかよく見るとすでにオーダー済みです。お一人様1個までです、みたいな文字が出たんで、多分これ、変えてるのかな。謎っすね。でもただこれ見るとまだ残ってるんで、どうなんだろう。え、こんなバグり方ってある？え、なんかちょっとすげえ微妙な感じだな。変えたのかこれ。マジで？あ、でも一応今完売にはなってますね。
え、これ初めてのパターンなんですけど。で、多分これオーダー番号とかもわかんないし、メールも来てないからわかんないですね。一応まあこっちのパソコンだと、すでに購入済みです出てるから、まあちょっとこれ待つしかないですね。ちょっと微妙な感じで終わりって感じですね、今日は。はい。ではちょっとまたですね、一応もし、ちょっと注文できてるかどうかちょっとわかんないですけど、またこれ届いたら、またレビューしたいと思います。はい。ちょっと今日はちょっとなんか微妙な終わり方だったんですけども。はい。では、また次回の動画でお会いしましょう。では、バイバーイ。